はい、どうもこんにちは、ダイダラです。それではランフリーね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回作ったポケモンは誰だと思いますか？そうですよ、あいつです。ね、さあ画面早く切り替わってくれませんかね。はい、右下にいるあの頼れるイケメン、ドサイドン、ドドドドドサイドンね。まあ岩地面っていう、まあ炎とか飛行とかはね、そういったタイプには全然勝てるっていう、そういうやつですね。よし、まあそれではね、こいつイケメンですので今回は使っていきたいと思います。でも水とかね、草がね4倍なんだよね。ちょっと辛いよね相手。うん。はい、じゃあ相手何から来るかな。スピタンかな。スピタン対面とかありそう。すげえ嫌な戦いになっちゃう、それ。スピタン対面は。それやられたら困るんだよな。まあでも、困るって言ってもね、どうしようもねえから、とりあえず初手は、ジバちゃんでいこうと思います。ジバちゃん。で、サーナイトとかにスピア刺さるんだけど、まあいいや。ギャラドス、ドサイドン。ね、今回はこの3体で、いきたいと思います。左上でなんだっけ、マグだっけ。ねえ、ちょっとよくわかんないですね。右下もなんかよくわかんない。戦ったドラゴンだ、あいつ。右のやつなんだっけ、ユレイドルだっけ。あんまわからへんわ。ほぼわかってないね、ほぼわかってない僕ですけど。ね、どうぞ皆様、ね、最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。なんだっけ、初手。ジバちゃんだよね。大丈夫だよね。で、ジバちゃんで、やばいと思ったら、すぐ逃げよう。地震打ってきそうなやつってさ、いないよね。打てんのかな？ちょっとそこら辺はね、まあ、Google 先生にね、随時聞きながら、やべえなと思ったら、そこに行きましょう。さて、俺のね、予想ではね、とりあえず、スピアーか、ロトムです、初手。ロトムだ、でも、スピアーでも、とりあえず、磁場コイルでね、まあ、問題ナッシングですので、ね、こんな感じで、行こうと思います。それではどうぞ対戦よろしくお願いいたします。なんだろうね、1匹目。さあ俺の読みが当たるのか外れるのか。来い、ジバちゃん強いぞ。マーグカルゴ全然外しとるぞ。あかん。さあマグカルゴね、ちょっとやばいなこれね。え、とりあえずポケモン変えましょう。これは確実に無理です。無理ですね。ドサイドに変えたいと思います。何していくかな。でもそんな変な技ないよね。あんのかな。やだな。とりあえず変えましょう。戻れ。さあこれで今回作ったドサイドン召喚、ドスコーイチース、捨てろー、てめえ。てステロの民よ、ステロの民よ、許さんぞ。さて、今回の技構成こんな感じですね。ロックブラスト、地震、メガホーンとレートパンチですね。角ドリル入れようかと思ったんだけど、ちょ、運ゲに頼ってたわ。なんかポケモン上手くなんねえって俺思ったんで、こんな感じです。さあ、ロックブラスト打ちたいと思います。ね、引っ込めた。よし。飛行ポケモン多かったから地震はね、やめときました。さあ、ロトム来ましたね。よし、ちょっと嫌だな、でもロトム。さあ、まあ、そこそこダメージ入るでしょ。急所、いいね。3発目。5発当てよ、5発。5発、4発。いいね、いいね。あと1発。あ、やばす、よーし、よーし。な、ドサイドンってのは、イケメンなんだよね。これは、ラッキーすぎひんか。さあ、これで相手選出全部わかるでしょ、これ。スピアーですね。よし。さあ、初手、絶対に、あれしてきますね。まあ、絶対にって言い方はないと思うんですけど、あれだよ。守るか。まあ、でも、気にせずにロックブラストガンガン打っていきましょう。だいたいスピアはね、メガ進化、のターンは、初手、守る、する人が多いんですけど、あ、でも、素早さ向こう勝ってるから、守るしないか。ね、ドリルライナーとかかな、多分やってくるのは。さあ、来い。なんだ、トンボ帰る、帰るのか。バイバイ。バイバイ。痛い。結構食らう。メガスピアってほんと硬いよね。
超強いわかあいつ。よし。さて、マグマグなんとかさんですよね。マグ。ね、マグカルゴだ。マグマッグが進化前だよね。さて、ロックブラスト。外す？お前そこ外すのは、ダメだよ。岩技ってなんでこんな外れやすいんだろうね。ストーンエッジにしろ、何々にしろってやつ。よし。さて、これ、地震打てた方が良かったかな。3回だけ？ダメだよ、クリアスモッグ。何それ。痛い。1食らった。能力変化が元に戻った。ありがとうございます。あ、どうも。どうもありがとうございます。ロックブラスト打っときましょう。よし。はーい。さあ、これで、落としましたね。さあ、残り1体スピアだけです。でも、スピアの攻撃でも落ちそうな気すんだよね、これ。さあ、トンボ返りであんだけ食らうってやったら、やっぱドリルライナーは多分耐えられねえかなと思います。ので、とりあえずここはドリルライナー読みでギャラドス出しましょうか。よし。今のこのプレイング、多分ね、どやれますよ、これ。で、攻撃力も下げるっていう。あ、ゴツメ忘れてた！あれゴツメじゃない！ステロ忘れてた！ステロ！おい、こら！はい、毒好き。あれ？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 おかしいな。おかしいな。俺の想定と違う何かが起こったよ、今。俺の想定と何か違うんだけど。これ死ぬじゃん、これ。毒好きじゃん。いて。いや、ちょっと待って、これ。え？大丈夫これ。大丈夫これ。待って。まあ、攻撃力1段階下げたっていうのがあるので、まあ、ワンチャンあるでしょう。ワンチャンじゃはない。まあ、大丈夫かなとは思うんですが、いささか不安がかなり残りますね、これ。まあ、多分、耐えないよね。耐えない。大丈夫かな。さあ、これ、スピアは、防御力クソ低いので、地震でいいかな。ロックブラストの、命中率低いので、ね、行くよりは、このまま、地震で、ガンガンダメージ与えましょう。トンボ返り。よかった。はい。さあ、これ耐えますね。よし。さあ、地震。ロックブラスト外してたらやばかった、ほんと。はい。よし、落ちた。ドリルライナー覚えてなかったっぽかったね。よかった、よかった。千葉ちゃんでも助かって、生きたかもしんないね。さあ、対戦ありがとうございました。さあ、どうですか？ドサイドン。やっぱ、硬いね。俺持ってるの、突撃チョッキっていうアイテムなんだけど、ね、特務棒が 1.5 倍になるっていう、めっちゃ頭おかしいアイテムだよ。うん、それのおかげで、ドサイドン、もう攻撃力も防御力も高いしっていう、なんかメガ進化したポケモンぐらい、めっちゃ強くなったんじゃねえかなって思う、本当に。いやー、これは、いいパーティーです。よし。それではもう一戦ね、やっていきたいと思います。どうぞ対戦よろしくお願いいたしまーす。さてー、闇ラミとかいる、やだー。闇ラミがよくわかんないんだよね、ほんとー。あいつ、悪タイプ、ゴーストタイプっていう、やべえやつか。弱点少なくない？どうなの？ねえ。まあ、マリルリは今回は確定でしょう。ね。で、どうしようかな。物理アタッカーばっかだから結構苦しいな、これ。ね。さて、初手やミラミで来ることを予想しておくか。悩ましいな、これ。これ、どないしょう？全部しんどいんだけど。じゃ、初手、さっきと同じ選出かな？これ、ほんと。初手ドサイドンっていうのも、まあ、ありっちゃありや。スーパーエースやからな。ドサイドンや、まず。相手ビビらせます、ドサイドンで。え？いきなり？ごめんなさい、みたいな。
で、ジバちゃん、あとマリルリ、やっぱ一緒じゃん、さっきと。順番だけだよね、これ。ジバちゃんからでもいいかな。でもガブリアスが嫌だな、ほんと。ね。いや、ちょっとジバコイル初手で、ドサイドン、マリルリで、やっぱ同じ選出でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。はーい。あれ、同じ選出じゃないよね。メガ進化いないじゃん、今回。あれあれさあ、出ました、海竜海竜初手。いいね、それ。いいね、それ、海竜。海竜は、飛行ドラゴンタイプの、頼れるイケメン、自信を、覚えます。やべえ、ギャラドス入れてないから自信受けられないマリルリ頼む、無理だこれ。自信を、あ、向こう変えた。ポリツー出てきた。ポリツー出てきた。ちょ、待て待て待て。いや、これは、もう読み勝ったってやつでしょうか、皆さんこれ。ねえ。いや、負けた気もするんですけどね、ほんと。さ、マリルリちゃん、かわいい。さ、マリルリちゃんのね、スーパーアタック、バカ力で、ポリゴン2にね、スーパー痛いダメージ与えましょう。バカ力ほら超食らうわ、これ。でも、つらい。攻撃力下がった。防御も下がった。10万ボルト痛い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 、それは無理、それは無理、それは無理。それは無理、痛い痛い。超食らうんだけど。さあ、美味しいご飯食べます。さあ、もう一回、バカ力で多分落とせるかなと思います。もう一回打っときましょう、一応。でも変えてくるかな、向こうは多分。ポリツー捨てるのは多分もったいねえと思う。でも自己再生されたら、いや、こっちのね、あの、ロスがすげえでかいので、バカ力で、ブンブン回していきましょう。あ、よくよくよく、バカ力しましょう。バカ力落ちるかな、よし、落としたオッケー。さあ、これは、オッケーですね。変えられてた方がちょっと辛かったんだけど、向こう突っ張ってくれましたね。よし。さあ、残ってるのは海竜だけ見えてます。ね、こっちはほぼ無傷ですので、かなり有利ですね。3対2です。だけど、マリルリンのね、攻撃力が2段階ダウンしているので、防御力もね、そこをどうするかだね。次絶対俺交換するから、そこ読まれるか、ね、どうしようかっていう。どうしようかっていう。そんなとこでしょうか。はい。さあ、何が来る？さあ、俺の最後の1匹ドサイドはね、最後まで見せないでおきましょう。3匹目全部見せたら、ポケモンって結構ね、なんだ、難しいよね。なんか全部見せたら、もう、あ、こいつこれ持ってるからこの技安定だなっていうのとあるし、見せてなかったら、え、もしかしたらあのポケモンが出てくるかもしれねえっていう、なんだろう、深い闇を見せれるからね。ほら、これも残り1匹なんだろうと思って技打てなくなる。さあ、これで向こうは何を打ってくるかだよね。さあ、ここは、ちょ、一回、あの、プレイング見せていきましょう。ね、こ、普通だったらここ引くところをあえて、引かないっていう、ね。引けよ、引かないっていうね、リュウマイ来ました。もう読んでました、これ。ね、絶対リュウマインちゃんしてくるなと思って。さあ、これでとりあえず一回、じゃれついておきましょう。よし、あんだけか。で、これで、向こうは困ったことになりましたね。もう一回じゃれつき行きたいと思います。じゃれつきたいと思います、もう一回。もう一回じゃれつくで、多分、アクアジェット圏内まで行くので、行かないかな、ま、水半分だから。行ってくれるかな、行ってくれないな、やばいな、素早さ遅いぞ、残り。落とされるかもしれない、すべて。だからマリルリにすべてかけよう。さあ、向こうは何してくるか。海竜ってどんな技構成なんだろう。ねえ、地震と神速とか入れてくるよね、大体。地震、神速、激凛か流星群かってとこかな。で、竜舞入ってるから、こんなもんかな、技構成って。マリルリに有効打は地震ぐらいしかないと思う。さあ、何をしてくる。さあ、こっちは、向こうはね、今、ね、竜舞、お、よし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 。さあ、交換読みの激凛だったんでしょうか、残念でした。さあ、これで攻撃力ダウンさせる。うまい、これ。さあ、これでアクアジェットで落ちるかどうか、行きましょうか。アクジェ。落ちないよな、多分。あ、神速してきた。痛い。あー、うん、強っ、神速強っ、嘘やん。え、ちょっと、ちょっと、
ちょっと。さあ、ここで出てきます。我らがエース。ドサイドン。ドスコイ。でかいよね、ほんと。背中が、もうかっこいい。ね。さて、この中で命中安定なのは冷凍パンチでしょうか。冷パンしときましょう。ちょ、向こう地震かな、なんだろうな。やだな。技構成がでもね、今のところ見えてるのは激輪。あ、もう激輪してきた。よし。さあ、物理は硬いです。でも、あーっと、半分くらい持ってかれる。まあ、でもこれで、落としましょう。どすこい。よし。硬いね、あの、海竜攻撃力高いね、めちゃめちゃ。新速のマリ、新速でマリルリが、もうガツンと減ったじゃん、攻撃力。ね、普通なのに。さあ、出てきた最後の闇ラミ。あ、これ、負けたんじゃね？え？ちょ、待って、大丈夫これ。いや、負けたんじゃねこれ。あれ？待て。とりあえず、自信しとくね。さあ、いたずら心だっけ？闇ラミの最初の特性は。多分、初手で鬼火打ってくるか、メガ進化して、何かしてくるかでしょうか。闇ラミのね、速度がわからない、俺。多分、めっちゃ遅かったはず、でも。さて、どうする？闇ラミの構成ね、何してくる？さあ、鬼火外す！よし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 ！さあ、いたずら心のね、やつ、残念ながら外してしまって、めちゃめちゃ食らう。辛そう。さあ、これでもう一発、地震で落としましょうか。いや、今のは、ちょ、なんか、ごめんな。ごめんな、なんか。なんかごめんな、ほんと。でも、自己再生向こう持ってんだよ。ほら、実績だ、ほら、これ。自己再生。でも、自己再生してもさ、これ見てよ。それは、ダメだぞ、減るぞ、体力。ほら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 。ほらほら、どんどん減っていくぞ。俺もう打ち続けるからな、自信。ピピなくなるまで。なくなるまで打ち続けるからな、俺は。よし。さて、向こう何してくるんでしょうか。ねえ。イカ様、何それ道具交換しよう。違う？痛い！え、結構食らう！あぶねえ。はーい。さあ、でもなんとか勝つことができました。対戦ありがとうございました。いやー、全然いけんじゃん、俺。強い強い。で、イカ様って技は、あれですね。あの、悪タイプの技で威力95の、命中100の物理技でした。結構、痛い技でしたね。強かった。闇闇って攻撃力も高いんだね。はい。ということで、なんか俺、ポケモン紹介するときっていつも連勝してない？もしかしたらセンスがあるのかもしれない。はい。ということで、今回作ったのは、ドサイドンでした。ね。まあ、ファイアローが出てきたら、もうワンパンで沈める、そんな、頼れる、やばいやつです。ね。こいつに今後期待したいと思います。それでは皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあの。